ヨガもおさることながら占いもねムロさんやってもらったということでカナブリさんの何占うと回ったんですかその時はあの星占いで <laughs> うん、うん、あの星の配置であなたこうよみたいな <laughs> 僕やって回ってたみたいなやつをやってたんですかね、うん、何がわかったんですかここから本当人に気を使わんで生きて 言っても堂々と獅子のようにしてりゃいいよっていう話だったような <laughs>、うん、もう忘れちゃったな <laughs> <laughs> 獅子のようにしてりゃいいよってあと何<う>だっけ何かが土星にあるからうん人間とうまくやれないみたいなの,あっ,のあったね、うん、<ー>人間とじゃなくて何かあったねあの土星はさちょっとこう自分の苦手なところをさ指し示してくる あの,のでそれがそれの配置の関係であの不調和を生みやすいよみたいなさのが葛藤を生みやすいような関係だよっていうところだったけどどの星にあったか忘れちゃったけどさでそれで,で仕事実際やめちゃったりするからさ面白いねって言ってさ <laughs> <laughs> やっぱり芸術派だし,だしさ天才肌だからさあの なんかぐだ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 言っとるけどそんなにそれも嫌そうじゃないからさなんかそのままどんどん行ってあの獅子のようにしてくださいよって話してたねっていう話してあそんなことはどうでもいいあなたがどうだって話はよくてさその <laughs> いい占いをして元気が出たかどうかは <laughs> うん、うん、元気出ましたもうそれでいいじゃんもうじゃあね <laughs> 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 元気出たならええやんけって言ってさ <laughs> だってこれはカナ <laughs> ぷリの愛と元気と勇気が出るテレビラジオだからさ結果はもういいだろもう,うん、うん、みんな悩むよだっていろんなことにねうん、うん、最近悩みないんですかムさんは最近、はい、最近っていうか、はい、もう人生の悩みってほとんど2つに集約されるなって思ってるんですよ僕ほほうほう 仕事と恋愛ですよねそんなことはないよ。2つじゃない。そんなことあるわけねえや <laughs> <laughs> そんなことなかった <laughs>。うん、<laughs> まあ、あなたはってことでしょ僕はってことですね。あのそうそうそう。うんうん、<laughs> 面白いね。いいやんで、<laughs> それをずっと悩んどるのがもろこしだもんで、ずっと悩みながら言ってよねと思うし。世の中のこう、 味わいのためにその仕事と恋愛のことでずっとグズグズしとるのも見とるのも楽しいなと思うからさ <laughs> ちょっとお好きなようにだよね <laughs> でもね、うん、仕事と恋愛って、ね、具体的に聞いてもいいんですか少しちょっと今ジャンルカテゴリーを聞いたぐらいの感じだから何 <laughs> か何をそれに悩むことがあるのかなってのはまだ分かってないんですけどまあ仕事は 難しいですね。具体的に言おうと思うと具体的なことがあんまりにもなさすぎて具体的に聞けないってやつです。<laughs> <laughs> なるほどね。でも悩ん,、うん、悩んでる悩んでるというか困ってるというかなんですよね。うん、仕事って漠然としてるじゃないですか。仕事には無限に、うん。仕事が漠然としているから悩んでるんでしょうね。ね困ってるんでしょうね <laughs> 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 恋愛も同じですか漠然として。恋愛も同じでしょうね、多分ね。うんうん もうね、本当に究極なことをねあの、言われたら多分私だ前の私だったら嫌だったけど、はい、やっぱりあの、腑に落ちたことを言うとうん、うん、あなたの人生をどのように生きていきたいんですか <laughs> っていうさやっぱりさ <laughs> そこを明確にしましょうよという人がたくさんいるわけよね。はいはい、どううややっっっててて生きていきたいかっていいたかにやっぱり ずっと突き詰めて考えていったら、なんとなく答えが出てくるよ、みたいなことはやっぱり言うわけじゃない。私、本当素直にね、あの、子供、結婚して子供産んで家庭を作りたいっていうのが私の夢だったからさ。あの、なんかちょっと、型にハマれた時期があったときは、それは幸せだよね。でも、子供がなんか大きくなって、で、 子どもにもそれぞれの人生があって私の言うことばっか聞くわけじゃないって感じてなんかこうイラッてした時からまたその夢がまたなくなってしまってあのまたフラ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 したけどあヨガの先生になりたいなってなってからまたあの動き出したみたいなところがあるからなんだろうねああでもねあの夢を語る、うん、あの獅子のように振る舞えっていう話で終わったんじゃなかったっけ 夢ももっともっと語って仕事そんなしたくないけど適当にいい仕事が来たらやってもいいけど <laughs> でも金は勝手に入ってくるし女もいつもそばにおるし何の問題もねえんだよ俺はみたいなうん、うん、振る舞いしてていいんだよっていう話だったね。ああそれを獅子のように何とかって今つながりました だけれども、乙女座があるから、なんかちょっと意外と細かかったりとか、あのめ、めめしいみたいなところがあったりして、めんどくせえみたいなことがあったり、<laughs> とかあるけど、それはそれでしょうがないじゃんねって言ってさ、だからね、まあ、いいや、なんかこの人が仕事を一生懸命やっとる姿も全然想像つきへんさ。<laughs> <laughs> <laughs> なんかこうなんか文章書いてさ <laughs> 調べ物をなんか調べんといかん時はもうその時だけはめっちゃ集中してさ終わったらもうずっとだらだらしたってさ、うん、全然許されるようなあの仕事っぷりでもなんかねえ必要な人には本当に必要なあのうん、うん、ものがちゃんと届くからさいいやん。あのもうゆってぃさんの人はさ大きく夢を描いてそれをさ あの取りに行くぐらいの気持ちで堂々としとっししてほいよねわかりましたまあでもさしょうがないじゃん乙女座のそういうあの,き, <laughs> あのきちきちっとしたところもあんだからさって言ってさそういう話を聞いてくれる人が周りに絶対いるしさ、うん、意外とやっぱそれを楽しんでるそれそんな環境があることがまずありがたいくないだって。確かに ね、だったらもう本当にさあの建築会社で今本当に必要なところに週に2回働きに行きゃさもう途端に体が元気になるしさ。確<か>に <laughs> <laughs> ねねだから、うん、たまにはそういうのやってもいいかなと思ってあの心を広く見てやってみたらいいよ、ね、もしかしてすごいなんか筋肉もりもりで朝黒くてすんげえかっこよくなって今までと違うような女の人と付き合うかもしれんしね。 確かにもう一回言いますよ。あなたはどんな自分になっていたいですかまあ知らんけどさ <laughs> 知らんけどやっぱりさ <laughs> なりたいことをやっぱりででやどうなりたいかじゃないのそか <laughs> <laughs> 考えたことあるでしょでもこれがしたあれがしたいって。 あのね、ちょっとね、この世間様に顔向けできるような感じじゃないですね。こうなりたいみたいなの。い<や> <laughs> だから多分本当にだから仕事したくないし、<laughs> ちょっと女がそばにおっていつも、<laughs> で本当なんかこう、あの、うん、まあ小説の中で言えばちょっとやっぱり、まあろくでもないけど魅力ある人みたいな感じなんじゃないのやっぱみっ 目指すところはそうねそういうの結構好きなんでしょそうねじゃあそれっていいじゃん認めなよなんで一応世間的をつけてやる確かに本当そうでしょう。ブレーキを自分で自分にかけてるからね一応やっぱり世間の目っていうものがありますんでねうん じゃあもうさ言っちゃい,ないよ本当にもうあの本当に仕事は勝手に入ってくるし <laughs> 金も勝手に入ってくるしあの女も勝手にいつもそばに来るしさあの俺はもう安泰だって思って言ってよちょっと <laughs> なんで働かんといかんみたいな顔してるよいつも <laughs> ねえいやねえ、うん、まあそう思う思う一方でみたいなのありますよ ありますよそれありますよ、うんうん、やっぱ日本男児と生まれたからにはみたいなねうんうんうんのもありますからうんそりゃそうよ、うん、それにその星座が反対にあるからさ、うん、やっぱこどっちつかずの気持ちが生まれてきますようんだからさそういう気持ちもあるんだぜって言って獅子のように堂々と振る舞ってるんじゃない だから、このそばに来てくれる人たちも、この人は大きな夢があるし、実際、の,のんびりとやりたいし、王様のように過ごしたいし、だけど、ちゃんとやらなきゃいけないという気持ちもありながら、獅子のようなあなたが好きという人が出てこればいいわけでしょ。あまあ、うんうん、そうですけど、すごいな、そういう人、おるだろうやっぱ良くないと思うんですよね。なんで 公のためによくなくないですか<何>そういう人だけど、おるのが現実やん実際でそれでドラマが生まれとって、<laughs> 社会があの社会に味わいが出とったり、世界が彩りをされとるんだからさ。そっか。うん、それになるってことか僕が。でもさ、そう言いつつ、やっぱりその、うん、なんかそう、ちょっと責任感でいろんなことを動いてみたりとかさ、ちゃんと人 人のために動いてるからさ、いいんじゃないの？ただ定、定職に就かなきゃいけないとか、なんかこう。すぐ仕事を辞めてしまうのは良くないとかっていうのも、辞めればいいじゃん。そうやって思うことをやりたい。仕事をやりたいだけやる。短いかったかもしれないが、ははははは,は、でいいじゃん。<laughs> <laughs> <laughs> わ <laughs> かりました、うんえ。だってそれでなんか自由でおってほしいよね。うん、でいろんなあの人と恋愛してさこう年上のおばちゃんたちを心配させてほしいよね。ちょっとしっかりしなさいよとか言いつつ <laughs> あのそれでも魅力があってさ、うんうん、そんな。 落ち着いた室シが魅力的でないられるかねなんでかわからないんですけど、うん、僕の恋愛話は年上の女性にめっちゃウケるっていうあるんですよね、うんこれ。だからめっちゃウケると思って、うん、この間同年配の男性の人ばっかりが集まる会合で全く同じ話をしたらあの全然ウケなくてそれ聞いてた人が「<laughs> はいありがとうございました室ロさん。あの ちょょっと結構でですんで話題変えましょうかその人たちは結婚したりとか <laughs>、うん、家庭を築き上げていいくのののが夢の人たちななんじゃないの、うん、確かに全員結婚してた、まあ、そしたらそんな話全然面白くないと思うよね場所を選べれないあなたもあのちょっともうちょっと場所を選んでよと思うけど <laughs> まあでも検証ができたらいいじゃん、うん、やっぱ家庭持ちの人にはこの話は絶対面白くないけどそれでもあえて話しますけど聞きたいですかとかさ うん、確かにね家庭持ちにこの話が面白くないって知らなかったから <laughs> <laughs> 今知りました今知りましたいや、うん、そうそうよ本当にあのふわふわしとってくれていいよね全然うん一応さっき言ったねあの、うん、九州男児男として生まれてきたからには 一家を支える一家を支える気が全くないんだからさしょうがな,くない <laughs> 親になる気がないんだからさ今んとこはねえ, <laughs> えだって本当に夢はだってさっきもいく言えないって言ったことでしょうん、うん、それはしょうがないのよねだからさもういいよねそれでうんうん わかりました。言ってよじゃほじゃもう本当に僕はあの調子よく生きていきたい。<laughs> うん、ね、うん。あのね僕が好きなのは、うん、あの無責任男なんですよ。ウエキ人種なんですよね。まあだけどさ役者さん見たってさ、うん、どう見たってさ、うん、綺麗さとか整い方がちょっと違うじゃん。<laughs> <laughs> <laughs> め,め,めちゃくちゃ言ってる <laughs> けどだけどやっぱ自分の、うん、自分の人間としてのタイプっていうのがあるじゃん多分ねその乙女座だから綺麗好きでもあるんだよ綺麗なものが好きっていうねあ見た目が綺麗なのが好きっていうのもあるからさ植、うん、木仁さんのやつはちょっとなんかこう調子いいけど綺麗を保ってないだってそうそうそうスーツパリッと着てね調子がよくてね、うんうん、だからちょっと と自分もパリッとしながら俺は調子よく行きたいって言ったらそれになれるからそれでいいじゃないのうんじゃあ,あの令和の無責任男を目指して、ね、そうそうそう <laughs>、うん、出かける時はいつもスーツ着てさ <laughs> でいつも調子よくやってまーすみたいな感じで形から入ってきはね <laughs>、うんうんうん、そうそうそうだって綺麗好きだもんねうん、うん、アイロンパリッとしたようなのもやっぱ好きなんだと思うよちゃんと、うん、で綺麗好きな格好をして でも、あの、調子よく、あの、適当にね、あの、金も女も、あ、仕事も女も、さっき、だってあなたの人間の生きている、あの、問題は2つだって言ったでしょ、あなたの世界が。はいはい、そんなはずないんだけどね。だけど、その2つが、やっぱりこう、あの、全部って、 あの自由に手に入りますぐらいの気持ちでおったらさ自分で自由自在でありますって思ってじゃさいいわけだからさわかりました、ね、そうします父だけどさそんなことはいいのよもうそんな、うん、あのどんな人が来てくれたってやっぱ体が元気でさ心が健やかでさ、うん、どっちもね体も心も健やかで元気だったらさ、うん、いいじゃないのよとにかく笑ってりゃさいいんだからさ、はい、俺はこれでいいのかな これじゃいけないだろうなだけど本当はこれが好きなのになんて思って迷ってる時はちょっとブレるよね生きいろんなことがやっぱ好きなものはこれって分かると楽だよね、うん、でそれさそれが世間体に許されなくたっても好きなもん好きだもんしょうがないよねもっとさ言っちゃえばもう <laughs> <laughs> そういうのが俺は好きだって言ってさ、ねうんうん、いい顔しようとしてちょっとそれじゃあ申し訳ないみたいな感じがまたおばちゃんたちをさあの心配にさせるいい薬にもなるんだけどね <laughs> <laughs> だからさ <laughs> あの堂々とされても嫌だけど本当は堂々としていいけどうん、うん、それもだったらあんまり聞きたくなくなっちゃうかもしれんからね。 いいんだよねでもたまには本当には,はっきりと公言した方がいいと思うよ。僕はこういうのが実は好きなんだよねって。手こうやってもう紙をこうやってシュワってこう書き上げるみたいなかっこいい感じで読めばいいんじゃないかな。<laughs> <laughs> 動画撮りていな <laughs>、うん。かっこいいもんねだってコシって。そっか,か、うん、わかりました。もう全,全然いいやもう元気やん。ほでも 好ききなように生きていけちゃうやん <laughs> あの今までこうしないといけないっていう <laughs>、うん、まあでも長男でもあるからねそういうやっぱりさ責任感っていうのを勝手に植えつけられるっていうのも確かにあるんだよねだからかあの長男の人は本当お疲れ様ですよ長第一子の人たち、うん、第一子の人たち本当にね全部親の期待を全部背負うからさ本当にどうもありがとうと思うかなかなか ありがたいお言葉を <laughs>。<laughs> <laughs> いただけたかなと思いますけどあ。ちょっと、はい、あの、あれにしましょうよ。あの、はい、元気出ただら、別に結果はちょっとない、中身はどうあれ。はい。あのー、やっていきます。ちょっと。 愛を感じるキャストでね <laughs> ああポッドキャストで皆さんに宣言するっていうのはもう,ちょっともうちょっと心を整えないと難しいかなと思うんですけどあ,あ, <laughs> あのちょっと身近な人にはねこれを宣言して,生きていこうかない夢を語ってね。で愛は出たんだね愛は感じられた 愛愛は感じられましたね。あも最高じゃんもじゃ。面白いね。自己アンケートが愛と元気と勇気でこう評価される。あそうそう一気に全員出ましたからね。それはそうです。愛感じられましたか。大事です。大事よね。もうあれですよ乙女座の愛と獅子の勇気と伊手座の元気でやっていくことも。ほらほらもう最高じゃん。 そろそろお時間となりました。お楽しみいただけましたかこの番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。かなプリさんに相談したいこと、やってほしいことなど、何でも大歓迎です。お便りは番組概要欄をご覧いただき、フォームからご応募いただくか、またはハッシュタグ、かなプリ地球ヨガでツイートお願いいたします。かなぷり地球ヨガのメンバーも随時募集中です。 ご興味のある方は番組概要欄をご覧くださいそれではまた次回お会いしましょう